この夜にまつわる呪縛、重き鎖、開かれた扉。それは遥か遠き過去へと遡る。義胆と称されるもの、現代の夜に集う者たち。それは新たなる戦いの幕開け。全国のゲームセンターで好評稼働中の人気対戦格闘ゲームがついに家庭用に登場。新キャラクター、新モード、その他様々な新要素を加え、インバースたちの戦いが再び幕を開ける。本作からは家庭用からの新キャラクター、炎騎道、ワーグナーが参戦。我が肉体に流れる権限は極小、いわば生身の体よ。砕けるか、その超常なる力持ちで。我はリヒトクライスの正常なる炎、横島なる意志、一片も残さぬほどに燃やし尽くそう。さらに全てのキャラクター性能はリファイン。総勢20キャラによるバトルを楽しもう。新モードクロニクルでは10時間に及ぶストーリーが追加。壮大な世界観を持つ本作の謎がついに明かされていく。チュートリアルではキャラクターたちが基礎から操作方法を教えてくれる。対戦格闘を始めたばかりでも安心。ミッションでは実戦的なコンボなどを学ぶことが可能。練習メニューは各キャラによって異なっている。多彩な戦術をマスターせよ。その他ネットワーク機能をはじめとする様々なモードを搭載。家庭用ならではの要素を満喫しよう。ピュアラノベニーズ 2D バースアクション家庭用アンダーナイトインバースエクセレートエスト、2017年7月20日発売。